こんばんばは前回と前々回と前々々回は第1形同士に弱文字が及ぼす影響の説明をしてまいりました今回もその続きです弱文字の影響 「眠る」「眠った」という動詞の場合は3五根が「ぬん」「わう」ミーム「みムということで第2五根が弱文字でそのせいで、えー、型が崩れるというのを説明しました。で前回「きた」 という動詞のことを話しましまたこの動詞の場合は3五根が「ハムザ・タ・ヤ」ということで第3五根が弱文字になっている。なのでこの動詞の最後のところですねそこが、えー、いろいろ型が崩れるという説明をしました。 でこれはたまたま第2とか第3語根が弱文字なだけであって第1語根が弱文字の場合だってあるはずです今日はその例を紹介します例文を書きますカイファタシック ピナフシック。ビあ書き間違えた。ピナフシック。で、書きました。まず最初の言葉はケイファと読んで疑問詞。どうやってとかどのようにのような意味です。 その後に動詞が来ています。何やら字数が少なくなっている。少なそうに見えますが、1文字目の「タこれが認証を表す部分で、残りが2文字しかありません。これ今日説明します。「タってクと読んで、この動詞の意味は、信じる、信頼するです。 「た」から始まっているので「あなたは信頼する」なのかなそれとも「彼女は信頼する」なのかなぐらいの感じで今は推測することができます。最後にある言葉は何でしょうか?「美という短い前置詞がありましてこれは「何々で」とか「何々を伴って」とか意味があります。前置詞のあとにある言葉がこの部分です。 ナフ,スナフスという言葉は、えー、セルフのことですね自分自身のことを指します自身全知詞の後なので核は続角になります属核ということはナフシンになりそうですがその後に設備代名詞がくっついていますのでナフシンじゃなくてナフシで止めておきますくっついている設備代名詞はカ あなたのという意味ですあなたの自身これはナフスという名詞がカという設備代名詞で就職されて限定済みになっている名詞句ですピナフスカあなた自身で信頼するハテナハテナ となるかももしれませんけどもこの「信頼する」という動詞は前置の「美」を使って何を信頼するのかという対象を言うことになってます。まあ、そういう使い勝手をする動詞なので、えー、日本語の「で」とちょっとかみ合ってませんけれどもたせくかこれであなたはあなた自身を信頼するという意味になります。 ということでこの文脈でここの「た」が彼女じゃなくて「あなた」だっていうふうに分か,分かりました全体の意味はかかどうやってあなたはあなた自身を信頼するのかどうやったら自分のことを信頼できるのかどうやったら自信を持つことができるのか というようよな意味ですね。自信を持つにはどうしたらいいのでしょうかというような本のタイトルでしたさて今回出てきた動詞「タスイック」と言いましたがこれは弱文字の影響で大いに、えー、形が崩れています説明します信頼した。 という動詞です語はわうさコですでこの動詞の方は第一形ですバリエーションをちょっと確認してませんでしたね辞書を引きます 辞書を引きましてえー、っと「信頼する」だからこれか「わしかおおいいですねいい例でしたねこの動詞の場合はバリエーションが完了形の第二母音が「い」未完了形の第二母音も「い」っていうバリエーションでしたこれちょっとレアですね この情報をもとに型に流し込んでいきましょう。まず完了形完了形とかもういちいち書かないでしたね。まず完了形の場合、流し込むと、流し込むと、わ、わし、しか。こうかな ポイントが「い」になるバリエーションなので「い」を選びましたあ,あそうかでこれ「ワーシーか」をご覧ください弱文字はこの先頭にあり別に「わ」とか「ワーシーって読むことに対して何も問題は生じないようですこれ崩れないですね ままんまですね官僚系の時は何も型が崩れませんでした期待させてすみませんで問題は未完了系の時ですね彼は信頼する未完了系の時型に流し込むと彼だから「や」から始めて そして第1五根第2五根で第2母音は「のイのバリエーションなので「イをつけて第3五根でお決まりのウ「ウ型通りだったらこのようになりますですがここですよねこのヤウ「やう」「やう」「シ h ってなるところこの「アう」のところがまあちょっと 崩れやすいんだと思います結果的に実際にはヤシックと言いますワウの音がもうなくなっちゃっていますこれをアラビア文字で書くとヤシックとなりまして合計で三文字しかない 未完了形なので1文字目が認証を表す付け足しの文字なのでそれ以外を数えると2文字しかないというスペルになってしまいましたここでは彼なので「やせく」って言いましたが私、えー、あなたはの場合は「たせく」ですね「た」が使われていますこのように第一語根が弱文字の場合動詞の「 頭の方、始まりの方面で崩れが発生しますので、えー、ややダイナミックなというか、大げさな変化が発生したように見えます。時数が変わっちゃってますからね。ということで、あなたは、あなたはというか、どうやったら自信を持つことができるのかという疑問部でした。 同様の例が一つありますので紹介して終わります。「たった」という動詞です。「たった」という動詞は三五根がまたはうかワウとカーフとファです。第一五根,根が弱文字なので五が弱文字で これが影響を及ぼしますで、型は第一で、そしてバリエーションは、またバリエーション調べてない、確認しますね。辞書を引きまして、わう、パーフ、ファ、で、ここを検索したら、そうですね、止まったとか立ったという意味ですね。立った以外にも止まったという意味もありますね。止ま 立ち止まったみたいな完了形の時の第二母音が「あ」で未完了形の時の第二母音が「い」になるバリエーションの第一形動詞ということが確認されましたこれを流し込みましょうそうすると完了形の時は「 わーかーとなりますあそっかこれもそうですねで、えー、弱文字は一番初めのところにありわーかファこれを読むことに対して何ら問題は生じないようですだからこれは何も変化起きません崩れず本来の第一形同士の型の通りわーかファ それが止まった止まったあるいは立ち止まったという意味の動詞の完了形です問題は未完了形ですね彼は立つ止まるの場合型に当てはめると「彼だから「や」から始めまして第1語根第2語根そして第2母音はいいですね 第2母音の「イをつけて、第3語根、そしてお決まりの「う」をつけると。こうなると、やはりこの「やウっていうのが生じてしまい、実際には「ヤキフと言います。ワウの音がなくなくってしまい、 ヤキフと言いますこれをアラビア文字で書くと「ヤキフ」こうなりますどうですかね第2語音が第2語根第二語根が弱文字の場合第3語根が弱文字の場合 で今回第一語根が弱文字の場合を見ましたいずれもそれぞれならではの異なる崩れ方をしますが、まあ、どれが一番厄介ですかね文字数が変わ,る変わってしまうかもしれないっていう点ではこの第1五痕が弱文字のパターンが厄介な感じもしますしでも一方でこの 未完了形の「う」のところが影響されてしまうという意味では第三がが弱文字ののやつの方が嫌だと思うかもしれませんそれぞれの厄介さがあるので、えー、知らない動詞を見たときに「五、えー、根が見つからない」と思って困らないようにいろいろなパターンを学んでおくのが良いと思いました今日はここでおしまいです おやすみなさい。